千水に映る歴史と名跡と緑の庭、清澄庭園。東京都江東区清澄にあるこちらの庭園は、下総の国関宿の城主久世大和の神の下屋敷跡で、明治維新の後一時徳川慶喜公の下屋敷になったこともあります。1878年に三菱の創始者岩崎弥太郎がこの大名下屋敷跡を含む一帯3万坪を買い取って造園し、1880年深川親睦園と名付け、社員の慰安や貴賓の招待の場として使用しました。その後弟矢之助、長男久屋へと受け継がれ、岩崎家三代によって完成されました。三つの中島を配し、水面に島や建物、木々の影を映し出す庭園の要、千水。かつては隅田川から水を引いたため、潮の満ち引きによって景観が変化したと言われています。歩くたび景色が変化するように作られた磯渡りや水辺の庭石は、岩崎家が自社の汽船で全国から集めたもので、その数と大きさ、種類の多さは他に例のないものです。また池に突き出すように建てられている数寄屋造りの料亭や大正記念館が、庭園をより日本情緒豊かなものにしています。1923年の関東大震災のため、料亭を残し大半が焼けてしまいましたが、広い池とこれを囲む樹木は1万数千人の命を奇跡的に守りました。翌年、岩崎家は比較的被害の少なかった東半分を当時の東京市に寄付し、市は震災にあった庭園の復興を図り、1932年庭園を正式に開園しました。1979年には東京都の名勝第1号の指定を受けました。明治の大富豪岩崎弥太郎が手掛けた自由な発想の庭園で、野鳥や鯉などの生き物も間近に見ることができ、いつ訪れても楽しむことができます。